第106回全国高等学校野球選手権大会第10日第2試合関東第1、明徳義塾、16日甲子園球場、明徳義塾、コーチの首相、平尾重穂選手がファインプレーしましたが、その直後に交代しました。3回戦で関東第1、東東京、と対戦した明徳義塾は2対2で迎えた6回、虫1、 三塁からセンターへタイムリーヒットを打たれ一点を勝ち越されます。一死後、なおも一、二塁とピンチが続きます。すると関東第一の7番、小島総将選手が打った打球は一二塁間へ。抜ければ失点かという場面でセカンドでキャプテンの平尾選手が横っ飛びキャッチし素早く一塁へ送球しアウトにしました。しかし、その直後、左足をつった様子を見せ、 自らタイムをかけ、グラウンドに座り込みます。仲間も駆け寄りスパイクを脱がせます。その後、チームメイトにショわれベンチに戻った平尾選手。その際に甲子園球場では拍手が巻き起こりました。しかし、平尾選手は再びグラウンドには戻ってこられず、3年生の鈴木亮太選手と交代しました。